この町の願いが叶う場所に。もうどうすればいいかわからないんです。どうか話を聞いてください。ルカは渚です。サンゴ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 。ともやくん。岡崎さん、おはようございます。音美ちゃんじゃありませんか。そうです、みんなで力を合わせればきっと。それは秘密です。こんにちは。それが、言ってはいけないことを全部喋ってしまいました。はい、すいませんでした。お待ちしてました、岡崎さん。はい、しっかり見ました。いえ、今日もすごく感じました。どんなに自分がお父さんとお母さんに愛されてるかって。この町の願いが叶う場所に。智也くん、嘘は良くないと思うんですけど。これはですね、お母さん、シーです。いえ、私は全然。この猫さん、お名前は何て言うんですか。話せば長くなるんですけど、正直言うとちょっとだけ焼けちゃいます。あ、団子です。私、智也くんと楽しいお話がしたいです。わかりました、おやすみなさいです。一番は智也くんと出会えたことです。智也くん、どうしてそんなにうろたえてるんですか。赤ちゃんです。ダメです、舐めるのも智也くんが最初です。とっても泣き虫な人でも、すごく頑張って一生を産んでくれた人。この学校は好きですか。私はとってもとっても好きです。でも何もかも変わらずにはいられないです。